ました。帰ってきました。買ってきました。はい、近年まれに見る大爆笑でですね、釣り岡としてはめっちゃ良くない、ね、数がですね、数がずっとこんなに釣れたのは初めてなのがこちらです。はい、すごい。まずこれがタチウオ、タチウオ、サバ、サバ、サゴシ、サゴシ、カニ、カニ、してメニューがこちらになっております。はい、はい、邪魔タチウオ丼、はい、タチウオの塩焼き、サゴシの唐揚げ、サバの味噌煮、ごまサバになっております。さあ、それでは味噌汁行きましょう。俺が取ったカニの味噌汁だけ。じゃあ、胸くんごまサバ担当で、はい、キムがサゴシの唐揚げで、はい、僕がタチウオ丼で、はい、君はカニ味噌汁、味噌汁と。それでは、はい、手分けして、はい、はい、お願いします。OK だな。じゃあ、まずタチウオからいいですか。よろしくタチウオですね。まず頭を落とします、タチウオは。黄色取りますか。黄色取りません。取らないですね。取らないです。で、あの内臓、もう適当な場所から腹開けていいと思います。はい、じゃあ隣ではサゴシをさばいていきます。その隣ではサバをさばいていきます。はい、切れちゃうかな。なんか恐ろしい光景ですね。あ、タチウオの尻尾やられた。え、そこいらないけど。このカニを洗うこと、大名おろしでいきましょう。はい、数もありますからね。うん、大名のように、うん、はい、こうやって大名おろし、はい、あ、身が分厚い。前回のより全然身が取れる。ゼロ。あ、やばい、なくなったスペースが壁やばいやばいやばい。あ、ギリ消えた。これ大名おろし、タチウオはこのようにさばきます。おー、綺麗。はい、次のさばき方講座に行ってください。はい、じゃあ次はサゴシですね。サゴシは、頭落として内臓出して、はい、もう鱗は取りません、うん、そっちです。はい、ストーン、おいー、こんな感じでさばいていきます。はい、はい、次、さあ、こっちはこっちはサバですね。とりあえず、はい、頭と内臓、はい、内臓をとりあえず取ってます。はい、ごまサバの方は3枚におろすですね。ですね。両方とも、ね、両方とも、ね、乾いた友人は一緒で引いたと一人よりも楽しいぞ、まる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 ですね。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 乾いた友人はで、サバもいつも通り3枚おろしですね。はい、はい、こんな感じで、こんな感じです。さばいていきます。はい、はい、タチウオ来てください。はい、また戻ってきました。タチウオは この大きさにこう、いつものように細切りにして丼にします。はい、はい、次どうぞ。はい、もう終わった。はい、じゃあ次皮引いていきます。はい、はい、よいしょー。はい、しゃー、オッケーオッケーオッケー。こんな感じで皮を剥いていきます。はい、はい、じゃあこれ唐揚げ、唐揚げサイズです。はい、さ、刺身を取ると、あ、それごまサバですね。ごまサバの分ですね。ですね、ですね、ですね。かわいいの友人はちゃんと最後まで歌うけどね。うまんとやらかした、あっちやらかした、ごめんなさい。今んとはもうほんとおいのせいですね。せいですね、ですね。飽きてるし、あ、この作業の繰り返しだぜ。はい、サバもこんだけどんどんやっていきます。はい、なんだあのお二人。あー、ゆきちゃんも暇かったやるね。ちくたくちゃんも暇か、こいつか。うん、そうですね。ちょっと俺振り返ってみてもいいですか。うん、こらうわ、あ、今入った。ごめん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 ここの辺にバットボタン押してください。ごめんごめんってよ。へへへ、でもね、俺がこういうこと言うとキム出てないし。めっちゃ気にしてるやん。キム出てないし、ユキイチ出てないしか言ってない。おっとっとっと、
チリチリのアイドル、ここにユキアイドル、チリチリのアイドル、右肘左肘チリ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 のアイドル、またなんか生まれながらもそれをチリチリのアイドル、つま先右チリ左チリ交互にチリもう絶対流行る、それも絶対なんかイベントとかで言われる、キムさんあれ歌ってくださいチリチリのアイドルのやつ歌ってくださいやったことねえよチリチリのアイドル、つま先右チリ左チリ交互にやめやめやめ、頭頂部がちょっと寂しい、流行らせるな、ハダくんは隠しときましょうか、あ、もう一度かかりね、わらび餅みたいになりましたよ、これ、これサゴシか、はい、あ、わらび餅みたいな確かに、おわひっくり返りました、ちょっと交通違反じゃなかったのそれ、逆走してだって、やばい、ゲームしちゃった、ゲームしちゃった、うん、あれは証明書と、おいの箱とかが、おいの箱ボンネット取れた場合、今、明らかに、ちょちょちょ、降りて、降りよ、降りよ、めっちゃ怒っとったよ、ほら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 、めっちゃ怒っとめっちゃ怒っと、やろやろやろ、あー、勝たれた、よっしゃ、よっしゃ、いや、頑張れ、おー、おー、めっ、おー、おー、おー、おいの車やあれひちゃかちゃすんで、奇遇ですね、さてさあ、全部捌き終わったね、タチウオも、はい、15 OK、 おいしそう、で、チームに、ごまさばやろ、はい、ごまさばやっていきます、はい、と、先わさびでございます、業務用わさび、はい、もう適当、おー、いっぱい、で、我らが大好き、かば焼きのタレですね、で、ビャッと食べてきたらいっぱい、まず溶きます、白だしあったんで白だしでちょっと伸ばす、伸ばす、でちょこっとだけ醤油を入れます、はい、でこれにサバを、はい、もうドバッとぶち込みます、ぶち込みます、で混ぜます、でまた最後にすりごま、お、ちょっと混ぜときます、よし、 OK、でまあラップして、はい、またこれも冷蔵庫に冷やしておきます、冷やしましょう、はい、でこれ、これがタチウオ塩焼きの塩コショウをまぶしてるだけです、はい、ただそれだけです、でグリルに突っ込んでいきます、はい、そしてユキは何すんの、よし、やっとカメラ回ってきて、ずっとこうカメラで食べてあ、何ガニでしたっけこれ、精進ガニ、味噌汁にするので、はい、ついてる苔を落としていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいね、はい、洗い終わりましたと、はい、そうしましたらば、これ真っ二つにしてよか、いいんじゃない、それよ、他にを真っ二つにしていきたいと思いまーす、 OK、 はい、水から、はい、水からかよくわかんないけど、水から出汁を取っていきますね、出汁を取っていきたいと思いまーす、お味噌キスですね、いつものふんどきふんどき、はい、焦げんぐらいでよか、これでよかよ、うん、一発で決める、一発で決める、それ一発、これ一発、東北はマジしょっぱ口、しょっぱ口、しょっぱ口、うーん、始めます、うっそー、いや、めっちゃいいよほら、味にうるさいオレンジも来たよ、うん、決まったろ、うん OK、じゃあ味噌汁は完成やね、いやいやいや完成、待てガッと閉めるの、まずガッと閉めるの、まだふわふわしとるね、まだふわふわしとる、早くして、味の早くして、早くして、早くして、本当に一滴で決める、本当に一滴、うわべべべ、おい早すぎだ、じゃあ味噌汁も完成ね、完成、 OK、 はい、じゃあ味噌煮の味噌作っていきますか、はい、よろしくお願いします、よいしょ、まずはお味噌、お味噌です、はい、大さじ、よいしょ、パン粉を落としてですね、パン粉を落としてる、料理終了、はい、お酒ですね、じゃーん、はい、魚雷お水 100cc、 はい、はい、お水出しますね、こっち入れます、はい、お水 100cc、 はい、そんなに水気すごいんだ、ち
で、次みりん。よし、いきます。はい、オッケー、オッケー、甘めですね。はい、醤油。はい、はい、オッケー。クーパー入れますね。はい、フライパンに、フライパンに入れます。へえ、そうやって作るんだ。で、これ火温めます。まず、はい、火を温めると。火で温めます。すいません。どがやって火を温めるの。わかんない。やっとお湯使ってくる。ずっとちょっと霜降りですね。水場霜降りって言うと、シャッとビャーっとかけます。なんでそんなことすると臭みたり。 OK、 火をこのまま入れます。はい、無視された。メニュー、タチオ丼できてるやろ、はい、塩焼きは今、グリルで焼いてます。はい、鹿児島の唐揚げ今からやります。味噌煮できてます。ごまそばできてます。完璧完璧。つま先のアイドル、チリチリ、お右チリ、左チリ、交互に。ほら、俺がするところに。ごめんよ。唐揚げ揚げましょう。はい、唐揚げ揚げていきます。揚げていきます。あ、入ってるね。唐揚げ上がってます。すごいんだよ、IH180度でぴったり。へぇ、止まるんだよ。もう温度、IH は温度管理が、あ、本当にちゃんとちゃんとやってるな。ちゃんとした揚げ物やってるね。なんか釣りおか始まって以来ちゃんとした揚げ物やってるね。タチオ丼の締めに入ります。おーい。上手。これさ、もうこんな感じでいいんじゃない、はい、ほらパラパラっと巻いて、ね、パラパラっと、はい、で、タチオをこう乗せます。うわ、贅沢。あー、これ卵欲しいね、ほんと。はい、完成でーす。はい、いやー、そのままメニューが見て、タチウオの OK。 はい、タチウオの塩焼きは OK。 今焼いてる。 OK、 サゴシの唐揚げは OK。 もう終わります。サバの味噌煮は OK。 ごまサバは OK。 バカ秋田に帰る雪行きはバカ、明日に帰れ、ゆっくり切ったわ。あの、明日帰ります。はい、じゃあ持ってて、あとは食べましょう。食べましょう。シーソーの床にあります。さあ、完成しました。はーい、すげーぞ、これ。今日は結構おしゃれだからね。はい、はい、こちらのプレートご覧ください。はい、右から言いましょうかね。はい、タチオの刺身、はい、次にごまサバ、はい、そして、サコシの唐揚げ、はい、そして、サバの味噌煮、それからタチウオの塩焼き、そしてこちらタチウオ丼、はい、おい、美味しそう。で、カニのお味噌汁、はい、こんな感じで食べていきましょうか。はい、はいはい、それでは皆さん手を合わせてください。はい、いただきます。いただきます。唐揚げいただきましょう。いただきます。なんか申し訳ない。何もつけない。あ、うまっ。いただきます。いただきます。うまっ、うまっ、うまっ、おまっ。お味噌汁、ほら、うまっ。超人間に美味しいよ。うん、ドキャンで、まあ、またね、すぐ治るって思うけど。河村幸太郎の真似、どうぞ。はい、目が笑っちゃいかん。さあ、それでは次、ごまさば行ってみようか。ごまさば行きましょうかね。アニシャキシュ大丈夫？これ本当美味しいね。それは大丈夫。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うまっ。これうまいな。うまい、うん。味噌煮いこう。味噌煮いきますからね。あったかいうちに。あったかい。あ、あ、真ん中骨あるからね。いただきます。え、八丁味噌すごいよ、ね、うわ、こういう、いただきます。うわ、うま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 、うん、白ご飯。白ご飯の部分こう、うん、これうまい。うまい。次、塩焼き。あ、これね、あったかい。タチウオの塩焼き。うん、タチウオはやっぱ塩焼きだね。あ、うめぇわ。うまい。うめぇわ、これ。お、すげぇ。じゃあ最後、はい、タチウオ丼で終わりましょう。はい、はい、タチウオ丼いただきまーす。じゃあいただきまーす。せーの。うまっ。うまいやろ。うまい。大葉がね、大葉とごまとネギが素敵。わさび、あ、うまっ。あ、わさび混ぜたかったな。うん、いや、あ、うめえ。いやー、こんだけ釣れたら豪華っていうか、これおしゃれ、うん、俺これ食っていい？おしゃれに。おしゃれに食べてね。おしゃれに食べるよ。フランス料理ですね。いくよ。せーの。
うまっ。ひどっ全部まずやがった、うん、うまいってことで、はい、バーごちそうさまです。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。